21-year-old Shino Hashimoto rides with a motorbike team in Tokyo. Shino fights to prove herself in this male-dominated subculture through one of her proudest skills, cutting calls. By using the throttle and clutch of the bikes, riders create modified revving sounds, loosely translated to cutting calls. Competitions around these modified calls are exclusive to Japanese motorbike culture. We follow Shino as she prepares for Q1, a classic bike competition among racing circuits. She's the first woman to enter the 400cc category for cutting calls. サヨリさん持ってきて。これがゼロです。で、こっから先が音が出るところなんで。これを意識することで、このどこまで戻ってるか、で、どこから音が出るか、どこだけ開けてるかが、あの目で追えるようになります。ここは遊び？ここは遊び。ここは戻す必要がないところ。駐車に興味を持った理由は、中学校2年生の時に、まあ、当時お付き合いをしていた男の子が、まあ、こういうバイクじゃなかったんですけど、普通のゼファーカイを乗っていて、そこからバイクに興味を持つようになって、で、それから付き合いをしていく先輩たちがこういうバイクを乗っていたので、私もこういうバイクを乗れたらなと思って16歳の時に免許を取って乗りました。じゃあ今即席でコードを切らせていただくんですけど、恥ずかしいな。タンタ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 ンタカタカタンタンタタンタタンタンタカタタンタカタタンタタタン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 タタ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 タ。外に乗りに行ってしまったら、練習時間っていうのは1時間から2時間。このガレージ内で練習するってなったら、排気ガスの関係上5分が限度ですね。やっぱクラッチ下手くそだよね。クラッチだね。走ってればまだごまかせるけど、止まってると極端に粗が出ちゃうよね。なんかフォーク乗ってたのがわかるもん。所属しているチームは特になくて、今は新菓子っていう旧社会にお世話になってますが、所属はしていません。ツーリングに行ったりすることはもう生活の一部です。もう行くことが当たり前だし、乗るのが当たり前だし、簡単に言っちゃえば生きがいですね。嫌なことがあっても乗れば忘れる。乗ってる時だけなんですけど、乗ってる時だけはコールだけのことを考えてるので、嫌なことが忘れられるし、女の人がこういうバイクを乗る、旧車を乗る、俗車を乗るっていうことに対してどういうふうに思われるかっていうと、世間体を考えたらいい印象は絶対にないです。あれ、シナピー Q1 出るんだ。あ、そういえば Q1 だね。今日出るんだ。出ます。おーい、ポール大会。はい、やるね。優勝でしょ、もう。いや、シナピーより女で上手いやついるの。見せてやれ、ポールキン。見せてやれ、ポールキン。見せてやれ、見せてやれ。
おお、コルキン。コルキン。女の子で今のところ何人出る予定？女部門っていうのがないんですよ。まあ、女がまずないんだ。まず出ないですよ。だから男の中で一人女みたいなくらい。ああ、そういうことか。何を目指してんの？Q1 出て。ね、はい、コール大会出て目指すところは目指すところ今のとりあえず最終地点はとりあえず選抜取って音色になりたいです。おイエーイイエーイすごいよ人慣れるよ音色になったら音色になったらもうどうしていいか分かんないですよね。だろうな。ただ単に遅いとかそんなあれなのかな。なんかありそうですね。手の動きに振りが大きすぎる。あと高速乗ってる時はどうしてもスピードを落とさないように伸びるようなクラッチ多く入れちゃうんで聞こえが悪くなっちゃうから。上り坂でも良かったっすよね。上り坂良かった。上り坂だとクラッチがめっちゃいい感じに入ってた。マジっすか。後ろから聞いてて例えばタラタだったらタラ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 みたいな。それだからそのクラッチのそのクラッチのイントネーションです。タタタタタタのタタにイントネーションが来ちゃってるからタタタタタタそのタのクラッチのタにイントネーションを入れればそうすればそこでタタ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 タっていう強調が出るから綺麗に、うん、でも今日の落ちた感じ良かったと思うんですよね、うんうんうん、僕は。今回の Q1 のコール大会に出るにあたって今私がこう乗っているバイクともう一つ組み立てているバイクがあるんですけどそちらとちょっと悩んでいてちょっと間に合うかどうか微妙で昨日エンジンが上がってきてこれから乗せてキャブつけてマフラーつけて外装乗っけて、まあ、まず走れるかの問題とセッティングが出るか時間がギリギリなので間に合うかどうかですね。それが間に合ってしまえばそちらで出るつもりなんですけどエクセル感をつけます。Q1 は1年に1回あるイベントでその1年でどんな塗装をしてどんな改造をして自分の努力とか自分がかけてきた時間をみんなに披露する4発のバイクは女の子が初めてとのことなので、まあ、出れたことですごく光栄に思っているので。で Q1 のコール大会のレベルって去年聞いて思ったんですけどすごくレベル高いんで本当に夢みたいです。試乗イエーイ片付けていこう。それっぴん このコールを頑張っていく意味っていうと私は男とか女とか関係なく男女隔たりなく平等にやってもらった時に女だからうまいねってあ 女にしてはうまいねって言われるのがずっと嫌で。男並みにうまいとか男よりもうまいとかそういう言葉なくうまいねって言われるように頑張ってたんですけど
女にしてはっていう言葉が嫌いで、その言葉を糧に頑張ってます。結局、Q1に向けて作ってた CBR にしてしました。なんでかって言われたら、やっぱ R の方がコールが切りやすいし、これ、ゆういちさんがめちゃめちゃいいセッティング出してくれたんで、これ乗っていきたいです。めちゃめちゃ緊張してます。女で初めて出るっていうんで、それなりの交渉はしたいと思ってます。初めて行った Q1 は本当驚きの一言ですね。全国から来れる人だけでもあんなに集まるんだっていう驚きと、コールが上手い人がいる驚きと、外装とかカスタムペイントをしているそのお金のかけ方とかもすごい人がいて、驚きの一言です。こうやるコールで自信のあるところっていうのは、連打は4個タタタタって4つ入れることなんですけど、今のところは綺麗に100発100中で入ります。今回の Q1 では入賞できるとは正直思っていません。レベルも高いし、男の中で1人女がポーンって入って入賞できたら、それはすごくすごいことだと、もう自分も天狗になっちゃうぐらい入賞は厳しいと、レベルがちょっと高すぎますね。神奈川キャンディーライフ、キャンディー2号シノッピーさん。何やりたいとかこうやりたいなっていうのはないです。自分の努力とか自分がかけてきた時間を、もう頭に出てきたものをやるっていう感じなので、悔いはないです。いや、全然思った通りにはいかなかったし、なんかこうやりたいコールも出したい時に出せなかったけど、終わった時のあのなんて言うんだろう、気持ちいい感じは最高でした。全体的にすごく満足してます。いや、結果は多分残せないと思うんですけど、自分のいい経験になったし、
りきったんで悔いは本当ないです。表彰式始めさせていただきます。それでは発表していきます。普通の吐き出しですね、コール、第3位神奈川キャンディーライフ、おいおい、キャンディー2号シノッティさん、ありがとうございます。さすが俺の知るって行った方がいい。やばい、めっちゃ嬉しい、似てたよ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。第3位です、おめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、やばい、感無量です。ありがとうございます。ありがとうございました。びっくりしてます。来年も今年と同じかそれ以上のものを目指したいと思ってます。女の子だからここまでしかできないとかそういう決めつけはないし、女の子でもコール大会出れるし、女の子でも入賞できるんだってことを証明したんで、これからはもっと増えてほしいです。あ、めっちゃ有名だもんね、シノッティはね。てか名前知らなくてもあのコールマイコーってなるもんね。でシノッティしかいないんだもんね、大体有名だよね。嬉しい、レッツもある、嬉しいもある。私がなんでこの道にいるか、まあなんだろう、社会人として外れた道ばっかやってて、まあ法律的にも危ないこともしたりとか、心から好きなことがバイクだから今も私はここにいるんだと思います。そのバイクがなかった時のクズな自分のままずっといたと思うので、バイクは私を普通の道に戻してくれたっていうか、がすごく大切な存在です。